ロボとの様だよ、はい、今回は平成ウルトラマン3部作の映画を紹介するよ。まずはウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ、光の星の戦士たち。鶴野武士若いなは最初に出てくるゲランダが好きなんだよね。ダイナは見てるとパワーがもらえるんだよな。ティガの登場は泣けちゃうよ。次はウルトラマンティガ、ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア、超時空の大決戦。今流行りのマルチバースの映画なんだよ。浜田岳がまだ子役なんだ。キングオブモンスはザ怪獣ってビジュアルでいいよね。ティガとダイナの登場は心熱くなるシーンだよ。最後はウルトラマンティガザファイナルオデセイ、長野くんってずっと若いな。大悟とレナっていいカップルだよね。ティガは本当にストーリーがよくできてるんだよ。もともとは闇の巨人だったって設定も驚きだよね。ってなわけで平成ウルトラマン3部作の映画でした。ウルトラマンって大人になっても見たくなる時があるんだよね。ロボトノ様も変身アイテム作ろう。この動画面白かったなと思ってくれた方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。応援してね。